淡路島レイディオ。はい、毎度おなじみ流浪の番組上田直樹のスタントバイミーでございます。今日はこの KJ さんの近くにあるお店に来ております。ここるつぼ屋さんです。それでは行きましょうか。こちらがるつぼ屋さんの店内となっております。あれ、いつもの元気なゲージのいらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。え、はい、いらっしゃいませ。あ、ウォンさん、いらっしゃいませ。あ、カメラですか。いらっしゃいませ。本日のゲスト、まさきくんです。それでは後ほど。いらっしゃいませ。え、ママが。はい、淡路島レディオがお送りいたします。上田直樹のスタンドバイミー。今回は、このバックではちょっと分かりにくいんですけども、今年の2月2日に洲本新海地にオープンしました旨辛食堂うつぼ屋さんに、来ております。まあ、ご覧の通りカレーがメインのお店のような感じはしますが、どんな感じでやってはるのか、今回のゲストを紹介します。まさきやすしげさんです。どうぞ。ほんまにですか？仕込んでる。カメラ映ってないところでボケるのやめてくれ。オータですよ。本気で言いたい。通称ゲイリーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介を皆さんに、全国、世界の皆さんに自己紹介をお願いします。はい、まさきやすしげです。昭和51年5月17日生まれ、A 型独身です。大阪市出身です。恋人募集中です。カメラの方見てやるじゃん。カメラ目線ハブしたらあかんで、ね、今日は。あ、わかりました。緊張します。で、今年の2月2日にオープンして、どないですか？もうそうですね、もう出だしからかなりしんどかったです。どういう意味で？もう本当にこう無策というか、もうとにかくこうやらなやらなっていう脅迫観念だけで始めた感じだったんで、もう何の準備もしてなくて、本当にこう裸でエベレスト登るような感じで、まあ後で慌ててあれがいるなこれがいるなと一個一個こう買い出してっていう感じです。相談する間おらんかったんか。全然会場いなかったです。勝手に登っていったよ。もうサンダルのまま登山していってしまった。裸やでって誰も言ってない。そうですね。でいざこう始めてしまったら、もう山の茶屋ではあんまり揃わないじゃないですか、そういう本格的な。そんな感じに近いかもしれない。私一旦下降りてきた。一旦下降りてきた。ここじゃ登れんと。で、今日もこう自慢の料理をいろいろ用意してくださいって言うから、はい、カレー5つっていう。いや、いろんな種類じゃなくて1種類が5つ。同じ種類やから。同じ種類というか、ついついこれみんなに食べさせたいなと思って。今から話せなあかんやんけど。まあ大体40種類ぐらい作ろうと思ったら本当は作れるんですけど。大きく出たら。そうか。冷めたらあれなんで、どうぞ食べたってください。この気の利かなさがもう僕を表してるというか。いい感じだな。これどうやって抜けるんですか？大丈夫、食べるぞ。なってね。いや、なってないんですけど、なったら困るんで。大丈夫、大丈夫。なったら絶対です。
予約感は分かれんし、お客さん大事やな。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、1個、日本で、日本で。日本、日本で。足らなかったら言ってください。絶対足るわ。絶対足るで。テーマは真夜中がっつり。真夜中、そうか。はい、で、まあまあどうぞ皆さん。いただきます。いただきます。まあ僕は話進めときますんで。そうか。で、まあ、あのこれでオープンしても3、4ヶ月経って。そうですね。どない？それで。ようやく最近新規さんが入ってきてくれるようになりました。本当に5月の終わりとか6月頭ぐらいから、うん、それまで本当に一元さんっていうか、それまではそれまでのお客さんが友達連れてきてくれたとか、まあその流れしかなかったんですよ本当に。で本当にフラッと入ってくる一元でゼロ、大げさじゃなくてゼロやったんですけど、ようやく先月終わりから今月頭ぐらいで日元さんが結構入り出してくれるようになって。これ何が効果あった？あの Facebook か前のチラシか。ね、やっぱり複合的なことと思うんですけど、一番大きいのは、うん、あそこに、うん、それまでこの何屋さんかわからないって言われることが多くって、うん、でカレーだぞっていう鬱陶しくらいバババッと貼って、うん、はい、あとはこう、この辛い喋れらんぐらい辛い、辛いね。トークに支障出ますね。トークに支障出るぐらい辛い。そう思って卵あるんですけど、あ、卵お持ち。多分それ今大丈夫。これヒーヒーなる。そう、あ、うん、忘れてました。これヨーグルトを本当はこう置いて、うん、あの辛い時はヨーグルトでこの和らげる方式なんですけど。これはあのちなみになんですか、あの、今皆さんが食べてるやつは商品名。商品名はこれからつけようと思う。実験。あの、ずっと思ってたのが、うん、まあ、うちのある名物というか、うん、今までも何種類もカレー作ってるんですけど、うん、こんなこと言うとちょっと支障があるのかし、あるんですけど、ちょっとどっちかというとお気に入ってるというか、うん、いろんな人に食べてもらえるようにしてたんですけど、うん、結局うちでしか食べれないというか、うん、もうアンチを多少作ってもいいから、うん、なんかこううちの味だぞっていうのをこう作っていこうと思って。これで作ったこのカレーの名前は一応考えてるのが、一応考えてるのがね、うん、何今考えてるの。一応考えて今から考えてる。やカレー野郎のための、うん、ヤローカレー。ヤローカレー。ヤーマンカレーからヤローカレー。これ何もでる。これを、うん、まあ大体本当は1000円つけたいところなんですけど、うん、とりあえず900円。ヤローカレー900円、うん、売れる。正直言うたって売れた。売れた。ちょっと辛すぎて。辛すぎて。辛すぎて。まあ、好きな人は好きなんじゃないですかね。これはほんま辛い。本当に、うん、すごいです。普通カレーの平均価格見たら、うん、でも600円とか何円ぐらいですよね、うん、高くて700円な、うん、900円でいく。これはもう700円部門はヤーマンカレーに任せて、あ、まあ、それはそれで出していくんですか。そうです、そうです、うん、900円のヤローカレー。ヤローカレーよ。7月からの4月からあのおすすめで、おすすめでプッシュしていくと。もうプッシュで前のやつはチキンは、これはあの骨チキという新メニューで、うん、とにかくこうよく言われるのが、うん、うちの商品ボリュームありすぎて、うん、あんまり飲むのにお腹に溜まりすぎてなんか酒が入らんと、うん、結構な人に言われだしたんで、なんか軽くこの何ですかね、つまみながら酒飲めるもん作ろうと思って、まあ、あの骨チキっていう名前なんですけど、まあ、言ったら手羽中を、うんうん、このどんな味付けましたの。これはあの、自家製のガラムマサラと塩で割ったガラム塩と、あとはこの
甘辛く生姜とニンニクで使った醤油だれで味付けたタレ味、あと10種類今のところあるんですけど、でも増やす人やなこの人は。まあこれも20種類行こうとしてましたからね。そんだけいらんよね。もっと行きます。もっと行けるんですよね。そういう問題じゃない。そういう問題じゃないですよね多分。これ単品だったら350円、ね。そうです。ビールと合わせて850円。なんですがこの6月はなんと500円で。ああ6月15日ね。そうです。これ残念ながら7月1日で放送だよ。おお。残念や。まあ7月も延長しようかな。あのこの番組見たよだよ。見たよ。うまいうまい。視聴者プレゼント。まさかのうまいこれ。よくと思ってきましょう。大丈夫です。いやなんかみんなのシーシーっていう声が聞こえて。だいぶシーシー。ちょっとこれいただいていいですか。あどうぞどうぞ。これは辛くないんで。うん、で、淡路島に来たきっかけなんの？淡路島に来たきっかけは、もともとその飲食店したいなっていうのは漠然と思ってたんですけど。何してたの大阪におるとき。大阪におるときは沖縄にいてました。何を言ってんの？大阪の仕事をしてたんですけど、大阪の会社だったんですけど、沖縄のリゾートホテルとかの家具とかつける監督として行ってたんですよ。大阪本社のね。そうですそうです。で、まあでもリーマンショックで接種がもうことごとく潰れて、10年ぐらいの計画を白紙になってしまったんで、で沖縄行ってる間になんかその自然を壊して箱物作るっていう、なんかこの本末転倒なのにおかしいなとはずっと思ってたんですけど、そしたらリーマンショック起こったんで。これちょっと天罰ちゃうかというので、もともと飲食店したいなと思ってたんですけど、あちこち素材巡りし始めたんですね。そっから、うん、で何ですかね、野菜とかが、肉とかお魚ってお金出せばいいものって結構簡単に入るんですけど、野菜に関してってあんまり手に入らなくて、たまにあこの野菜うまいなって思っても、結構零細農家だったり、個人で頑張ってたりとかすることが多かったんで、これちょっと自分で作るところから始めようかと、ごちみちお金もないしと、でそうなった時にじゃあどこに行こうかとなった時に、淡路島が候補に入ってました。他に候補どこあったの？他はあれです、南紀の方ですね。ああ和歌山、和歌山のなんか結構緯度は近いところで、やっぱあったかいところが良かったですね。で最初はどの辺に住み始めた？淡路島。淡路島の最初大谷という静木の近くですね、でそこで農業をやりたいんですけどっていろんな人のとこ訪ねていったわけ？いやもう最初に畑付きの古民家をっていうので借りて行ったんですよ、あそれは借りた？畑って言ってももうこんな木生えてたんで、もうめちゃくちゃ大変でしたね、で そこはどないなったの？もう最初はもうずっと、働きながら、五色の方の製菓会社で働いてたんですけど、仕事終わってから、夜中までこの最初道具ないんでつるはしとかで全部開墾を始めたんですよ、でちょこ広げてって、で広げるたびにそこ 雨のたまるところですぐ水没するんで、これはいかんぞってなって今度東浦の鎌口の方、もう人づてに借りれることになったんで、そこ行ったら結構順調にトントンと行き出して、収量も結構これぐらい5世ぐらいで大根とかも2トン以上取れるようになって、これは俺の時代来たぞと思ったら、メガソーラーに売るから出てってくれと、あえなく撃沈しました。これである意味無職になってしまったわけ？無職、そうですね、だからここに店出すぞっていうのは決めてたんですけど、まさかそのバックアップする農業収入が断たれると思ってなかったんで、それででも農業しながら一時期は屋台のカレーやってたよな。そうですね、はい、このカレーはどこで出会ったの最初？これは僕の、昔からの友達がいるんですけど、その湘南で、湘南の友達、沖縄ちゃうんか。まあそれは湘南の友達ですけど、ややこしいんですけど
そこは湘南なんや。湘南で、の友達が、うんうん、あの淡島へ遊びに来たんですね、うんうん、でその時うちの畑に来て、うん、あのタイとかのホーリーバジル、うん、ガパオっていうのを育てたんで、うんうんうん、でこれ使ってこう美味しいカレー作ってあげるよって言って、うん、作ってもらったのがグリーンカレーやったんですけど、うん、でその時にカレー他にも3種作ってくれたんですよ、うん、であこれはいいなと、うん、でちょうどそのすぐ1ヶ月後にアルカンカイベントで出店する予定やったんですけど、何するかも決まってなかったんですよ、うん、あだからちょっとこれは渡りに船だと、うん、カレー屋にしようと、うん、で野号はどうしようかってなった時に、うん、その友達が山田隆君って言うんですけど、うん、あだ名がヤーマンって言うんですよ、うん、じゃあヤーマンカレーにしようって言って、うん、ヤーマンカレー誕生、うん、誕生しようか誕生しようか、うん、だからなんかレゲエとかの用語であるんですよね、うん、全然関係ない、全然関係なくて野外の時にすいません噛んで、この高校生とかなんかヤーマンヤーマンとかで言ってくるんですよ、ずっと、うんうん、あいつら何なんやと思ってたんですけど、うん、おちょくってんのか、うん、向こう挨拶のつもりだったんだよ ね知ってるだろうと、でも僕はあヤーマンヤーマンで言われてヤーマンカレーがあーもう手紙貸し切りながら言い返さなかったのにね、後で知ってました、うん、であだ名のゲイリーやんか、ゲイリーです、なんでゲイリーな、これはあの僕神戸でバンドしてたんですよ、うん、でその時の、うん、こうあだ名が、うん、まあ僕下の名前やすしげって言うんですけど、うんうん、それまでずっとやすって呼ばれてたんですけど、うん、なんかこう横文字のあだ名がかっこいいと思ってたんですよ、うん、先輩とか見るんですよ、うん、ジャックとか、うん、なんとかみたいな、うん、であだ名付けの名人がいてて、うん、僕にもあだ名付けてくださいよと、うん、で「おっ分かった」うん、お前は今日からサンダーボルトのゲイリーやってあって、まあそのファイヤーボールとフラフラっていう不良不良とかでフラフラっていう先輩なんですけど、でなんでゲイリーかって言ったら僕その時にこう一つポリシーがあって、お酒を飲む時は意識のある限りは立って飲み続けるというポリシーがあったんで、いつも飲み終わる時は気絶してたんですよね。で気絶したら全身の筋肉が緩むじゃないですか。気絶。そしたらこう出る。もうええもうその話。いい会話だけどね。それがゲイリー。見えた見えた見えた。見えた見えた。カレー食べながらその話は。そういう日はか。で今何悩んでるの。今は。売り上げどないな、売り上げ。売り上げはちょこちょこ上向いてるんですけど、結局何もなしで借金で返してるから、うん、その支払いをしてくる。ゲイリーでもあれやんな、あの補助金とか助成金もらわずに、もらわずに、そうですほんまもらいたかったんや、もらいたかったんですけど、うん、言ってくることがもう全然コロコロ変わるからもういいやと、で最初2月にオープンするよって言ってたのに、うん、どう間に合わせてもお金が入ってくるのは5月以降ですよって言われたんで、なんだそれはと、それよりは早く店をオープンしたいと。そうですね。とか、とにかく農業ももう途絶えてしまったんで。ああ、そうかそうか。とにかく食っていかないかんと。で、親に頭下げて。親に頭下げて。やらしてくれと。やらしてくれと。お父さん何してんの？親父はあの、内装のブローカーです。ブローカーあの自分では職人持たずに仕事を取ってきて、あの、仕事を私でピン跳ねは、そんなにもそんなリアル言葉がリアル、わかりやすく言うと、あ、カラーアイプみたいな仕事やろ、いや、どういや、もうもっとこの光側の人間です、今日も社長や、忙しい、曖昧にちょっと逃げるぐらい、忙しいとかありがとうございます、ありがとうございます。金山君もヤーマンの相談にいろいろ乗ってあげてくれてるんだよ、ね、そうそうですね、はい、ありがたいことです本当にこのこの何も知らずによくこんな踏み切ったなとちょっと自分が恐ろしくなるっていうあまあでも畑やる時も鶴橋一本でやり始めたから基本的に一緒ですね今までの座右の銘が出たとこ勝負やったんですけど、うん、もう今年はもう変えました。出たし勝負なんてとんでもないですよ、うん、
もうもっと計画的にやっとすることに決めます。え、いいことやったっけ。39になったところです。そうなんやけど。そうやな。なるほど。もう出たとこ勝負と言ってられない。まあ計画してこれから。そうですね。え、ここ損益分岐点いくらぐらいなの。分岐点。一日どれぐらい売り上げあったら。ああ。まあギリギリのところでやっぱり3万を。は欲しい。欲しいですね。まあでももう一人スタッフおるから一日4万は売らないかったな。そうですね。6月入って今がだいたい平均で3万ぐらいなんですけど、あと1万増やすのどうしたらいいか。いやまああのあれやで、どんな店作りたいかい、うん、だからあのどんな店作りたい。もうそれ 今だいぶまとまってきたよ。まとまってきました。バシッと言うたれ、世界の世界に裸で登ったけど見えた世界に見えた世界3、4ヶ月苦労して俺はこういうのが見えた、見えた、ちょっと言うたれいいか。わちょっと考えてなかった。なんで考えたら考えとかなんかずっと、うまいカレーを食わす。それやったらカレー屋でよかったんじゃん。いや、カレー屋です。あ、カレー屋なんか、ね、居酒屋じゃないの。え、うま辛食堂じゃないのここ。一緒。ルツボ屋じゃないの。ルツボ屋です。これがもうその最初の計画せんかったばっかりに、この蛇行してきた自分のこの通り道なんです。後ろ振り返ったらなんか蛇行してるなと。まあでもこっからずっと伸びてきたらもうその蛇行もね、まあ先っぽの方だけちょろちょろってなってるなと。だから食堂カレーのるつぼ屋でええんやね。だからもう今領収書にはカレーといえばるつぼ屋って書いてるんで。そんなん書いたらあかんやん。そうなんだ。俺領収書にそんなん書いたらあかん。名刺やん。領収書はめんどくさい、そんなん書いたらもう閉まったなって。あかんよ、そんなんもらった人こんな店あれへんから使えれん。こんなん落ちませんよ、言われてまうで。見てもらったの。そうか、そんな領収書やからね。うん、領収書やからね。名刺にはありやろうね。なるほど。まあゲリこれからもな、その今のペースでみんなの話を聞くふりだけして。いやいや、いや聞いてますよ。そんなふり聞きしないですよ。聞いてみたい。もちろんもちろん。で、金山君にアドバイスいただいて一番思い出に残ってる言葉、印象に残ってる言葉は何やった。もうやっぱりね、やりたいこと、やれること、できることという素晴らしいお言葉をいただいてます。やりたいこと、やれること、できること。で、そのやりたいことは何なんやっていうさっきの質問やから、どんな店にしたいか。めっちゃ長なりますよ。我慢我慢。時間なんかでもあんねん。やっぱり僕、その農業も肥料も農薬も使わずやってたじゃないですか。やっぱりこの食べさせるものっていうのがやっぱお客さんなんですけど、うん、やっぱり自分のもしね子供やら何やらおったとしたら、本当に体にいいものとか自分で目で選んだものを食べさせたいじゃないですか。でやっぱりでもいろいろコストとか考えた時に、こう泣く泣くこういろんな妥協とか出てくると思うんですけど、そこをなるべくこう妥協しないようにっていうか、まあそこで淡路っていうのの利点が来てくるんですけど、いろんな仲介倒産でもいいもの結構直で買えたりするじゃないですか。もうこれすごいなと思って。あ、話飛びましたね。まあ、とりあえず全然飛んでると戻してくる。まあ、でもそういう、この、なんていうんですかね、まあ、こだわりって言ったらちょっと独りよがりに聞こえるんですけど、要は本当に自分の大事な人に食べさせたいものをお客さんに提供したいというのがこうやっぱりありますね。そういうお店っていうので、カレーっていうのは意外とその使い勝手がいいんですよね、ツールとして。どんなものでも使えるし、で結構発展性のある食べ物だと思うんですよ。例えば和食とかいろいろお寿司とかってどっちかというと引き算の料理じゃないですか。素材の良さがあって、それを生かすために削いで、でそのためにやっぱり技術も経験も知識もいるし、でもラーメンとカレーっていうのは足していく
料理だと思うんですよ。でアイデア次第でいろいろ試せるし、いろんな食材パッとこのこんな食材があるんだけどって言っても、なこれちょっと使って何かやってみようかとか、やりやすい、まあどんな料理でもできると思うんですけど、比較的そういうの試しやすいジャンルやと思ったんですね。これで何目指してるの？目指してるのは、うん、どんな店目指してるの？ああ、ほんでやっぱりあれですね、うん、僕のイメージですよ、うん、この例えば、うん、こんなんなったらいいなっていうのを考えてたのは、うんうん、それでよければそれやそれを聞きたかったよ。この東京とかで学生があるじゃないですか、早稲田とか大学生、そんな淡路でそんなこと言うてもあかん。いやイメージでそこで、うん、この学生たちが、金のない学生たちが、うん、こう酒飲みながらこうなんかカツ丼とか食いながら、うん、こう親父とか大学生の設定、そうそうそう、大学生で、で出世払いでいいぞとか言っちゃうような、この粋な親父のいる店って。伝わらない。まあだからそのうまくて安くて、ほんならまあ例えば淡路どころ洲本の立地で考えようよ。まあ高校生たちが親父って言いながら来て、あもう酒が切れたってよしよし。酒飲ましてよ。酒はなんかなんだよ。まあでジュースが切れたと思ったら出世払いでいいからなって言って、こうやるような粋の親父のいるんですよ、印象で。そうですね、酒はダメですね。酒飲ましたらあかんで、高校生ダブりまくってたらどうですか。あかんもそれもあかん、高校生はあかん、ね、高校生は宣教できるようになったけどな、18歳から。そうですね。難しいですね、条例は。条例じゃない、条例じゃない、法律じゃない。まあまあそういう、なんていうんですかね。まあ待って。まあそういう、いろんな人が集まってワイワイとやってくれれば。でそういう意味でルツボっていう名前にした。なんか人種のルツボっていう意味なんですけど、まあそれも含め、あとはやっぱりいろんな、まあタイだとかインドとかベトナムのやつがちょこちょこあるんですけど、まあそういうのも含めその多国籍を表す言葉としてルツボっていう言葉を使ったんですけど、まあ分かりにくいと評判で、そこで評判言わんか、不評で評判。よく言われるのがドツボ屋、ドツボ屋、もうそういう方にうつぼ屋とか、ね、解釈されちゃうと。でもみんなヤーマンヤーマン言いながら来んねや。ねえ、だからもうヤーマン戻して。いや本当に看板変えるお金があったらすぐにでも戻したいです。戻そう。本当に。いやいや、まあまあそれはな、お金貯まっていかないでしょ。お金貯まってから。本当に。なんか、ね、最近来てくれたお客さんでも、うん、ヤーマンカレーがここら辺できたって聞いたけどなかったからしゃあないからここ来たんやとか言われて。うちうちです。イメージね強かったんでしょ。だからでもね、ヤーマンカレーができたらしいぞっていう風な噂の広がり方をしてるのかなと思ったら、新しい名前は本当に意味ないです、うん、気づいた気づいた。いや本当に出す前に聞いてた僕絶対こんな名前しなかったです。相談する相手俺が悪かったから。そうか、悪い人とばっかりし友達になってたんやけど。山登らせた。もう風邪ひきながら下山してきて。まあ一歩ずつ登り続けようなこれから。そうですね、とりあえずお金がないから少しずつフルセット買えないんですよ。買えない。そんなの話ずつ。とりあえずアイセンだけ今回買ってみた。買ったけどとりあえず買って揃ってないけどこれでもう一回登り。いやもうそれで登りきろう。体も強まってくるよ。まあ今日はこれぐらいにしとくわ、はい、あの世界の皆さんに最後にあのここの店の宣伝を、うん、はい、この店宣伝か考えてなかったな、うん、カメラ目線ずっと外したの、いきなり外してくる。お待ちしております。それでは皆さんありがとうございました。
島レイディオー。